これから家を作ります。出来上がりはこのようになります。まずはじめに四角に折ります。同じようにまた四角に折ります。そして折ったものを一度開きます。そしてここの部分をここのところに合わせて折ります。そして裏返します。また同じようにこの線に合わせて折ります。そしてここのところをこの中心の折り目の線に合わせて折ります。このようになります。そしたらこの袋の部分を開いて潰します。反対側も同じように折ります。そしたらこれを裏返します。そしてきちんと形を整えます。これで家の出来上がりです。このように立てることもできます。